こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか ?2024 年4月、愛子内心の殿下が日本赤十字社に就職されました。報道陣の前で見せられた彼女の爽やかな笑顔は、取材に訪れた記者たちを魅了する品格に満ちていました。一方で、学習院大学卒業後に英国留学が有力視されていたため、 留学を断念せざるを得なかったのではないかとの噂が広がっています。特に、愛子内親王殿下の英国留学計画の中止には、上皇后陛下が関与していたとの報道が注目を集めています。ここでは、愛子内親王殿下が就職を選ばれた背景にある噂について詳しくお伝えします。2024年1月22日。 宮内庁は愛子内親王殿下が日本赤十字社への内定を受けたことを発表しました。日本赤十字社は全国に支部を持ち、医療や災害救援、ボランティア活動などを展開する組織です。また、皇室との関係も深く、2018年までは上皇后陛下が、以降は皇后陛下が名誉総裁を務めておられます。さらに、 秋篠宮被殿家である紀子さまをはじめとする6名の皇族が名誉副総裁を務め、長年にわたり皇室と密接な関係を築いてきた歴史があります。皇族が一般市民と同様に勤務する例は珍しくなく、過去にも多くの事例があります。例えば、肝心神皇の次女である陽子さまは、 2006年から2012年まで日本赤十字社の食卓職員として働かれていました。彼女はその間、事業局組織推進部、青少年ボランティア課や血液事業本部販売管理部などの部署で活躍され、ボランティアの指導や育成にも尽力されました。また、高窓の宮家の長女である祥子様は、日本ユニセフ協会に嘱託職員として就職され、 現在も小学校で特別講師を務めるなど、幅広い分野で活躍されています。時には戦争で苦しむ子どもたちの現状を伝えるなど、平和活動にも力を注いでおられ、平和を願う皇室の姿勢を体現されています。こうした皇族方の社会貢献は、国民の象徴としての役割を果たすだけでなく、皇室のあり方を示すものとなっています。一方、 私生活では、友人との飲み会に参加されたり、チェーン居酒屋でのデートが報じられるなど、一般市民と同じような日常を楽しんでいる姿も見られました。愛子内親王殿下も、お仕事帰りに同僚などと居酒屋に立ち寄られることがあるかもしれませんね。愛子内親王殿下の学習院大学卒業後の進路については、天皇皇后両陛下と同様に、 海外留学や大学院進学が有力だと各メディアで報じられていました。そのため、多くの国民は、彼女が就職という選択をされたことに意外性を感じたのではないでしょうか。報道によると、日本赤十字社への就職は愛子内親王殿下が以前から希望されていたことだとされています。実際、愛子内親王殿下は就職に際して、 本年4月より日本籍従事者の職員として勤務させていただくことに内定し、心より感謝申し上げます。日頃から関心を持っている日本籍従事者の活動に携われることに喜びを感じると同時に、身が引き締まる思いです。これからも様々な学びを続け、一社会人としての自覚を持って職務に励むことで、微力ながらも人々や社会のお役に立てればと考えております。 と述べられています。愛子内親王殿下は食卓職員として働きながら、公務にも出席される予定ですが、職員としての待遇は他の一般職員と同様だとされています。日本赤十字社の一般事務職員の待遇は月給23万円で、社会保険の加入のほか、通勤手当や時間外手当なども支給されます。 日本赤十字社本社までの通勤には警護がつきますが、同僚や上司とのランチや飲み会などでお会いする機会もあるかもしれません。愛子内親王殿下の日本赤十字社への就職について、清家厚志社長は、愛子内親王殿下が赤十字の活動にご関心を持たれ、大学卒業後の進路として日本赤十字社の活動に参加したいとお考えいただいたことは、 日本赤十字社としても大変ありがたく思っております。私どもといたしましても、愛子内親王殿下が4月から安心してお務めいただけるよう、万全の準備を進めて参りたいと存じます。とコメントしています。また、作家の付けのリコ氏は、多くの皇室ジャーナリストやマスコミ関係者は、愛子内親王殿下が大学院進学を検討されていたと予想していましたが、 青年の記者会見を振り返ると、すでにその時点で皇室の一員としての使命感が芽生えていたことが明確に現れていた、と述べています。幼少期から天皇皇后両陛下や上皇夫妻をはじめとする皇室の方々が国民に寄り添う姿や、誠実に公務に取り組む姿を見て愛子内親王殿下は成長されました。その中で、 上皇陛下が幾度となく述べられていた皇室は国民の幸福を願い、国民と共に喜びも悲しみも分かち合いながら勤める、という精神を心から尊重しているようです、と話しています。愛子内親王殿下は、大学院進学や留学よりも、実社会で国民や社会福祉に関わりたいというお気持ちが強かったようです。皇族という特別な立場にありながらも、 一般の大学生と同じように就職を真剣に考える彼女の姿勢は、国民との共感という理念を一貫して持っていることを示しているようです。常に世界の平和を記念し、国民の安寧を願っておられる天皇皇后両陛下のもとで培われたお心遣いと品格が感じられます。愛子内心のお殿下は、 女性皇族が成人を迎えられた際の皇室の慣例となっているティアラの身長を辞退されたことが広く報じられ、話題となりました。彼女がティアラの身長を辞退された背景には、コロナ禍で苦しむ国民に少しでも寄り添いたいという強い考えがあったとされています。このティアラの制作には3000万円もの費用が必要とされており、愛子内殿下は国民の厳しい状況を考慮し、 支出を控えるべきだとの判断からこの決断を下されたといいます。こうした毅然とした決断や、国民と苦楽を共にするという一貫した姿勢は、皇室への求心力をさらに高める要因となっています。愛子内親王殿下は、学習院大学卒業後は積極的に公務に取り組まれており、そのお姿がしばしばメディアで取り上げられています。 2024年3月には伊勢神宮に単独でご参拝されました。また、5月には国立公文書館を単独でご訪問されるなど、仕事と公務に忙しい日々を送っておられるようです。青年皇族が担う公務は非常に幅広く、その内容も多岐にわたります。また、現行の皇室転範では、結婚された女性皇族は公務を担うことができません。 2018年には森谷綾子様が、2021年には秋市の飲み焼けの長女である小室真子さんが功績を離脱され、公務を担うことのできる青年皇族数の減少が問題視されています。また、皇族の数が減っても公務の量は変わらないという厳しい現状もあります。ある皇室ジャーナリストは、愛子内親王殿下の就職という選択について、 青年皇族の数が少ないという状況が影響しているのではないかと指摘しています。愛子内親王殿下は、青年皇族が少ないという課題を意識しておられたのでしょう。もし、ご自身が大学院に進学し留学されれば、その間、天皇皇后両陛下を支える方や公務を遂行できる方が限られてしまいます。そうした状況を考えると、 自分が担わなければ皇室が立ち行かなくなるのでは、とお考えになったのも無理はありません、と話しています。実際、愛子内親王殿下もこの状況について言及され、公務に携わることのできる皇族の数は、以前と比べて減少してきていると認識しております。私自身は、そのような中で、一つ一つのお務めに誠実に向き合い、 天皇皇后両陛下や他の皇族方をお支えしていくことができればと考えております。特内記者会の質問に答えられています。このような皇室内の事情を考慮された愛子内親王殿下の就職という選択に、多くの国民が好意的な印象を抱いています。国民と苦楽を共にするというお心と愛子内親王殿下の強いお気持ちが示された一方で、 区内庁関係者の間では不穏な噂が広まっているようです。ある記事では、今回の糸仕子内親王殿下の就職に関する決断には、実は大学院進学や英国留学が実現しなかった理由があると言います。上皇后陛下の浪費により内定費が逼迫し、愛子内親王殿下の進学や留学の費用を捻出できなくなり、 結果的に就職を選択せざるを得なかったとの見方があります。上皇后陛下が以前、孫の真子さんに贈与された財産も、天皇ご一家共通の内定費から支出されたものでした。最近では、美術館を貸し切りで訪れることもたびたびあったようですが、これは休館日に特別に利用するもので、その都度多額の費用がかかっていたとのことです、と報じられています。 これらの多額の支出が天皇ご一家の財政に負担を与え、結果として愛子内親王殿下が留学を断念せざるを得なかったのではないかという推測が報じられています。この情報の信憑性は不明ですが、上皇后陛下に対する否定的な報道がここ数年で急増しているのは事実です。上皇后陛下は、ミッチーブーム、や、ナルちゃん憲法、 などで象徴されるように、皇室に入られてから約60年にわたって常に国民の注目を集めてこられました。上皇后陛下は、日清製粉グループの会長を務めた翔田財閥の長女としてお生まれになりました。翔田財閥の起源は群馬県大田市、旧大島町。<laughs> 当時は立林市で米国省を営んでおり、 明治時代に入ると醤油製造に進出しました。そして、上皇后陛下の祖父、定一郎氏が製粉業を始めたことが、現在の日清製粉グループへと発展したのです。上皇后陛下の母方の添島家は、佐賀県宅氏を拠点とする佐賀藩家老、宅市の家臣で、商業を営み裕福だったとされています。 上皇陛下とのご婚約が正式に発表された際、日本では恋愛結婚が増加していたこともあり、ミッチーブームと呼ばれるなど、時代を象徴する出来事となりました。しかし、皇族に嫁ぐことが一般的ではなかった当時、特に元皇族や旧家族などから、平民との結婚は許し難い、という強い反発を受けました。とはいえ、 上皇后陛下の家系を見れば、平民とは言えない立派な家柄であることは明らかです。それでもなお、上皇后陛下がこれほど強い反対を受けた理由は他にもあったようです。上皇后陛下の一族は、学習院や家族社会との縁がなく、また熱心なカトリック信者であったことが昭和天皇の怒りを買ったと報じられています。皇室に入られてからは、 上皇后陛下は心労によって声を失われるなど、様々な苦難を経験されました。現在は第一線を退かれていますが、上皇后陛下が皇室内で未だに強い影響力を持ち、忖度が行われているのではないかと指摘されています。もちろん、実際に公務に出席されるわけではありませんが、その影響力が続いていると見られています。近年では、 2022年に崩御されたイギリスのエリザベス女王と上皇后陛下を比較する声も聞かれます。エリザベス女王は1952年にイギリス女王に即位され、70年もの長期にわたり在位され、イギリス史上最高齢かつ最長在位の君主として歴史に名を刻みました。これについて、皇室ジャーナリストの田上貴子氏は、エリザベス女王と上皇后陛下の最大の違いは、 エリザベス女王が王家の血筋を持っていることでしょう。国民統合の象徴となるには羊が重要であり。これは日本も同様です。天皇は国民の敬愛や信頼を得て初めて成り立つ存在です。と解説しています。もちろん、上皇后陛下は非常に勤勉であり、平成の時代を象徴する存在であったことに疑いはありません。平成の時代には、 東日本大震災という未曾有の大災害が発生し、国民が一丸となってこれを乗り越えました。被災地を訪れ、膝をつかれる上皇夫妻の姿は多くの国民に勇気を与え、日本人の謙虚さを象徴する姿として海外でも広く報道されました。また、民間出身の上皇后陛下は、皇室に新たな風を吹き込み、 その後の皇后陛下や秋篠宮秘殿下のような民間出身のお日が続くきっかけとなりました。地筋に厳しい視線を向ける国民もいますが、現在活発に議論されている皇位継承に関する法改正への関心の高さからも、その注目度が伺えます。2024年4月、自民党の安定的な皇位継承の確保に関する懇談会が皇族数確保の方策として、 二つの案を大筋で行唱しました。一つは、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持できること。もう一つは、旧宮家出身の男系男子を養子縁組で皇族とすることです。女性天皇に関する法改正案は含まれていませんが、もし女性皇族の身分保持が実現すれば、愛子内親王殿下が女性天皇に即位される可能性が残ります。しかし、 特に自民党と日本維新の会は、将来的に女系天皇が誕生することに対して警戒感を示しているようです。また、皇族には選挙権や刑罰がない一方で、配偶者や子供には選挙権が与えられるのかなど、具体的な法案の採決には至っていないという現状もあります。浸透学者で皇室研究者の高森明則氏は、 女性皇族は皇室を構成する立場にあるため、憲法第一章に定められた国政権能を認めないという規定により制約があります。一般国民の場合は、憲法第三章により広範な権利、自由が保障されていますが、女性皇族の配偶者や子供が政治活動を行えば、それは皇室自体の活動と受け取られ、 憲法の規定に抵触する可能性があると指摘しています。法改正にあたっては、こうした具体的な議論が必要であり、相当な時間を要するでしょう。しかし、青年皇族の数は減少の一途をたどっており、法改正が急務であることも事実です。この問題は少子高齢化が進む日本が直面する課題であり、 特に生産年齢人口の減少が深刻化している中で解決が求められています。さらに、近年では若者の日本離れが注目されており、海外に長期滞在する日本人が2022年には約130万人に達するなど、増加傾向にあります。一方で、世界的な人口は増加しており、 皇族による国際親善を通じて日本の存在感を高めることは、重要な手段となる可能性があります。天皇皇后両陛下が通訳を介さず自らの言葉で海外の要人と交流されることは、相手国に好印象を与える非常に効果的な方法であると言われています。また、欧米諸国では男女平等の考え方が浸透しており、 女性天皇を認める法改正が実現すれば、日本に対する印象も変わることでしょう。こうした観点からも、愛子内心の殿下が海外で学びを深める機会は非常に重要であり、日本の将来に大きな影響を与える可能性があります。今後、政治家が国民の声に耳を傾け、迅速かつ適切な議論を進めることが求められます。最後に、 この一連の出来事について、海外からの反応の一部をご紹介します。愛子内心のお殿下が留学されるものと思っていたので驚きました。ご両親のように国際的に活躍する女性になってほしいです。もしこの報道が事実なら、愛子内心のお殿下が気の毒です。若い世代にはもっと多様な経験をさせてあげるべきです。王室の維持には莫大な費用がかかります。 ヨーロッパの王室がスクショを目指している一方で、日本は女性皇族が皇室に残る案を検討していますが、それによりさらに多くの費用が必要になるのではないでしょうか。上皇后陛下が被災地を訪れた際に濃い化粧と胸元の開いた服を着ていたことに驚きました。もしそのような点にお金を使っているのだとすれば、好感が持てないことにも納得がいきます。 被災地を訪問された時にドレスを着ておられましたよね。この話が本当なら、非常に残念です。といった声が寄せられました。今後、愛子内親王殿下が留学や進学などの新たな学びの機会を選ばれる際には、そのお考えが実現することを切に願っています。2024年には、 18歳の誕生日を迎える久人新農殿下の新しい冠を作成するために、約258万円が予算に計上されることが宮内庁から発表されました。この発表を受けて、一部の国民からは、愛子内親王殿下のように、久人新農殿下の冠も借り物で十分ではないか、との意見が寄せられています。皇室の運営には、 国内庁の運営費を含めて、年間約220億円もの多額の費用が使われています。この多額の資金の使途について、国民の間で疑問の声が上がっています。皇族方は、海外からの来客との交流や、皇族としての品格を維持するために、私たち国民が支払った税金を活用しています。資金源が国民の税金であるため、 その使い道には国民の厳しい視線が注がれています。公室費として年間約100億円が支出されており、さらに区内庁の運営には約120億円の費用がかかっています。国民が納めた税金は公室の運営だけでなく、国会や自治体など様々な分野に充てられ、国家運営に使用されています。しかし、 税金の使途が問題視されるケースも少なくありません。例えば、政治家による、キックバック裏金、などの不正行為が後を絶たず、国民の怒りを買っています。二階元幹事長に対して自民党から約50億円もの巨額な政策活動費が寄付された事実が明らかになり、この政治資金の使途が不透明であることから国民の不満が爆発しました。また、 十分な説明をせずに記者からの追求に怒りをあらわにする国会議員もおり、その不誠実な態度に国民が呆れるのも無理はありません。国会中継では、居眠りをする議員も見受けられ、そんな議員一人につき約4000万円が支払われていることに国民の疑念が深まるのも当然です。2023年に発表された国の腐敗認識指数では、 世界180カ国中16位という結果となり、必ずしも精錬な国とは言えない状況です。この調査で最も精錬な国と評価されたのは北欧諸国の一つ、デンマークであり、国会議員も自転車で通勤するなど、クリーンな国家運営が行われています。地方議員には給与も支給されず、ボランティアとしてコミュニティに貢献している状況です。 皇室の運営に多額の税金が使われていることは前述の通りですが、天皇ご一家は国民生活を考慮して支出を極力抑えているのが特徴です。特に新型コロナウイルスや世界情勢の悪化を受けて、物価高や経済困難に苦しむ国民生活を考慮された愛子内親王殿下が、慣例となっていたティアラの身長を辞退されたことは広く報じられました。これは、 愛子内親王殿下ご自身が国民と苦楽を共にするという信念をお持ちであったためだと伝えられています。愛子内親王殿下が新年すく賀の儀で身につけられたティアラは黒田清子さんから借り受けたものです。この愛し子内親王殿下のつつましい行動はイギリスのメディアからも注目されました。国民からは居眠りをしている国会議員に多額の税金が使われるくらいなら 愛子内親王殿下のティアラ新長に当ててほしいという声も上がっています。皇室の経費は皇室経済法に基づいて定められています。国庫から支払われる宮内庁関係の予算は大きく皇室費と宮内庁費に分けられます。そのうち皇室費はさらに内定費、皇族費、宮廷費の3つに分類されます。内定費は天皇、上皇、 内定にある皇族の日常生活にかかる費用で、法律によって定額が決められています。令和6年度の内定費の予算は、3億2。皇族費は、皇族としての品位保持のために使われる費用で、令和6年度の総額は2億6。これら2つの費用の詳細なしとは公表されていませんが、見分けごとに集計された金額は明らかにされています。 2023年の集計では、秋篠宮家に1億1895万円、日立の宮家に4575万円、三笠宮家に5856万円、高窓の宮家に3690万円が支出されました。給定費は、儀式や国賓の接遇、外国訪問など、皇室の公的活動に必要な経費に充てられます。 令和6年度の宮廷費の予算は95億5。さらに、区内庁の運営費として119億5。これらの金額を見ると、皇室の運営に巨額の費用がかかっていることがわかります。皇族方が結婚などで皇室を離れる際には、皇族費から一時金が支払われます。黒田清子さんには1億5250万円。 千家のり子さんや森やあ子さんには1億675万円が支給されました。皇族方はその身分を離れても、警備や一定の品位を保つ必要があるため、この一時金はやむを得ない支出とされています。今年18歳を迎え、青年皇族となられる久人新能殿下の冠に関する予算が計上されたことが発表されました。 その制作費は258万円とされています。また、久人新農殿下の青年式のお召し物は、秋篠宮殿下が使用されたものを修繕して使う予定だとのことです。この決定に対し、愛子内親王殿下のティアラは借り物だったのに、なぜ久人新農殿下の冠は新調されるのか、という疑問の声が上がっています。宮内庁は、 男性皇族の冠は青年に達した証としての儀式がある一方、女性皇族のティアラは特定の場面でのみ使用される装飾品であり、その意味合いが異なると説明していますが、国民の間には疑問が残っています。さらに、愛子内親王殿下のティアラや久人親王殿下の冠を引き継いでいくことに価値を見いだす国民もおり、 このような宝飾品の身長が慣例であるなら、一度制度を見直すべきだという意見もあります。必要なものは適時に制作されるべきですが、現代社会の課題を考慮しつつ、国民が納得できる形で今後の見通しが立てられなければ、皇室に対する信頼が損なわれる恐れがあります。また、2023年9月に完了した秋篠宮邸の増築、 回収費用に約44億円がかかったことが明らかになり、国民から高すぎるという批判が上がっています。国民生活が新型コロナウイルスや物価高騰に直面する中、このような税金の使い方に対して疑問視する声が多く上がり、秋篠宮ご一家に対する批判が集中しています。世界情勢の悪化による物価上昇が続く中で、 経済的な困難を感じる国民が増えており、これが政府への批判の大きな要因となっていることでしょう。総務省の消費者物価指数に基づいて日清基礎研究所が作成したデータも、この状況を裏付けています。現代ではインターネットが普及し、SNS を通じて情報を簡単に得ることができる時代となりました。最近では、 日本の皇室も開かれた皇室を目指して SNS アカウントを開設し、積極的なコミュニケーションを図っています。しかし、ヨーロッパのロイヤルファミリーと比較すると、日本の皇室はまだ保守的な体質に固執していると言えるでしょう。例えば、世界的に知名度の高いイギリス王室は、SNS を活用して王室の活動を積極的に発信しています。 Instagram のフォロワー数は1300万人を超えており、その注目度がうかがえます。イギリス王室の活動範囲は非常に広く、18人の王室メンバーが約3000もの団体の総裁や会長を務めています。一方、日本の皇室では15人で約90の団体に関与しており、その活動分野は限定的です。例えば、 皇室を離脱する直前のマコさんは、日本テニス協会と日本工芸会の二つの団体にしか関わっていませんでした。国外の王室から学ぶことで、より効果的な皇室運営戦略を検討する必要があるかもしれません。例えば、イギリス王室は1992年のウィンザー城の火災後、莫大な修繕費が必要となったことから、 バッキンガム宮殿の一般公開を始めました。木内でテーマを変えた展示を行い、冊子や絵はがきなどを販売して約10億円の収益を上げたといいます。イギリス王室のブランド力は計り知れず、その存在は大きな観光資源となっています。また、キャサリン妃のファッションがもたらす経済効果は、キャサリン妃効果、や、ケイト・ミドルトン効果、と呼ばれ、 年間約10億ポンド、約1800億円以上の利益を生んでいます。このようなアプローチは、現代の経済上強化での新たな手段として評価されています。日本の皇族方が被災地を訪問し、被災者をねぎらわる姿に対しては、国民に寄り添っているという印象を持つ一方で、手の届かない存在という意見もあります。特に、 国民の税金が投入されているという点で国民への丁寧な説明が求められており SNS を活用して開かれた皇室のイメージを築く試みは重要かもしれません日本の皇室も長い歴史と伝統を守りながら現代社会における国民生活を考慮して新しい戦略を検討することが求められていますその過程で 国民との対話を深めるための開かれた皇室、作りや透明性を高める取り組みが重要となるでしょう。過去には、愛子内心のがなす動物王国を訪問された際に高級ブランドのグッチのバッグを持っていたことが国民の批判を浴びました。小学生に約4万円の高級品を持たせることに対して疑問の声が上がった一方で、 同じバッグを長く愛用されている姿も見られています。例えば、2024年3月に奈良県の神武天皇陵を参拝された際にも、2016年に持っていた同じバッグを使用していました。このように、皇族方の行動には多くの注目が集まり、その解釈は様々です。そのため、皇族方のイメージ管理には最新の注意が必要です。 動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。